こんにちは。北海道東北ブロック下平チームです。作品タイトルは自然に優しい SDGs 町です。いろいろお兄ちゃんのお手伝いをしました。夏休みに頑張って作りました。このワールドではレッドストーン回路やコマンドをなるだけ使おうと思いながら計画しました。そこでネットでコマンドを調べて自動ドア、水やり機、モノレールなどの装置を作りました。途中で回路が壊れたりして大変でしたが、そこは諦めずにちゃんと動くようにしました。街路樹を多くすることで SDGs の目標15を表現しています。またエコな発電所を多く作って SDGs の目標7も表現しています。さらに病室もクローンコマンドで複製して多くの人が入院できるようにし、 SDGs の目標3を表現しました。最初に調べたことはエコな発電所の発電方法です。太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオガス発電を作りました。次に建築についても調べてドームの形も細かく作りました。プログラミングへ何をしようと考えたとき、建築に時間がかかるなと思い、プログラムを使って建築をエージェントに任せて楽にしました。長いプログラムになってしまったため、次にこのようなプログラムを作るときはもう少し短くできるように工夫しようと思いました。農業ドームは1階は温室になっていて、2階はいろいろな施設があります。お花見コースターではいろいろなお花が見ることができます。モノレールはテレポートで移動しているのでとても速いです。ホテルのエレベーターは合わせて2つあり、どちらも作るのが大変でした。スーパーマーケットの自動ドアとエスカレーターはどちらもコマンドで動いています。水力発電所ではスイッチで電流のオンオフが切り替えられるようになっています。バイオマス発電所ではゴミをクレーンで運び、焼却炉で回して発電所内部でガスにして発電しています。作っていた時を振り返ると、最初アイデアが合わなくて喧嘩になったりもしたけど、最終的に意見があって仲直りしたし、レッドストーン回路やコマンド、 SDGs について学びになることがいっぱいあってよかったです。これで私たちのプレゼンテーション